Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんおはようございます。田中慎太郎です。おはようございます。大橋小雪です。はい、こちらが1月の29日金曜日の配信となります。はい、2021年って言ってたのに、はい、もうあっという間に1月も終わっちゃいますね。終わっちゃいますね恐ろしいですね。恐ろしいスピードで毎週毎週っていうか1年1年かな、もう本当に過ぎちゃってますけどね。そうですよね、なんかね、はい、毎日毎日早いですよね、うん、早い、あっという間ですね、うん、そう、そんなこんなしてるうちに、はい、25日からですね、はい、レストランウィークが始まってますけど、はい、どこかなんか食べたりされました？小雪さんは。実は結構ね、注目はしてたんですけど、まだどこにも行ってない状態で、うん、その参加店うんぬんかんぬんもまだほとんどチェックできてないような、そうですよね、うん、状態なんです。以前ポッドキャスト、ここの番組でもちょっと話してましたけどね、その参加店が本当ギリギリまで出てなくて、どうなるんだっていうのを思ってたんですけど、僕もですね、そのグループの方で毎日今日の NYC っていうのを書いてるんですけど、そこで24日かな、その前日ぐらいにちょっと調べて、はい、で結構地元紙の報道でも過去最多の参加店だっていうので報道がされてたんで、はい、まあ、でもそれでもね、まだ具体的にレストラン名がその出てなかったんですよね。そう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 、うん、私も、はいはい、そう、当日にようやくですね、そのレストラン参加店が出たというのが実情で、今は見れます。はい、当日だったんですか、はい、あれ結局当日の朝に、それ前日まで結局何もなくて、その専用ページみたいのが、はい、でそこに行ってもメールマガジンの登録しかできなくて一応そこで登録してたんですけど、はい、でその当日になったらメールが来て、ここから見れますっていうので見れるようになって、今はもちろん見れます。なるほど、だからな、はい、私も取材どこかのお店にねさせてもらおうかなってラジオの方で思ってたんですけど、参加店が発表にならないもんだから、もう探すのが大変で、もう諦めましたね。なんか一部その報道を見ると、今回ですね、571点かな、参加店があって、はい、で今までってもう印象としてもそうだし、自分自身が行った記憶もそうなんですけど、マンハッタンしかやってないイメージがあったんですけど、なんか報道によると、まあそんなことはなかったみたいなんですけど、今回は、まあ、最多の、マンハッタン以外のレストランっていうのも参加してるということで、ブルックリンが78件かな、でクイーンズも48件と参加店があったっていう話が書いてありましたね。ほう、やっぱりその、うん、私たちもマンハッタンまで行ってトゥーゴーであれど、そうですよね、大変だったりするから、地元で買えるのは良かったりしますよね。そうですね、うん、ただまあ、そこから僕もちょっとまだ実はオーダーはしてないんですけど、はい、まあ、地元でどっかでオーダーしてっていう風に考えてたんですけど、はい、店によってその、まあ、大体そのデリバリーとかテイクアウト用のアプリとかを今ね皆さんどこも使ってらっしゃるんですけど、はい、この中にレストランウィーク用のメニューがきちんと載ってるとこと載ってないとこ両方あったりとかして、なるほど、ちょっとなんかコンフューズではあるんですけど、うん、確かにそうかも、うん、なんで、はい、まあ、ちょっとどこにしようかなって今迷ってるような状況ですね。私もどこにしようか迷ってる状況なので、ちょっと慎太郎さん、うん、検索してみません？で慎太郎さんはちなみにベイリッジでちょっと検索してもらっていいですか？はい、意外とですね、地元でも、はい、ベイリッジってイタリア系の方が多いんですよね。でイタリア系の、まあ、ピザとか、はい、イタリア系のレストランとかも多かったりするんですけど、あとなぜかステーキハウスも多いんですよ。
へえ、知らなかった。でも行ったことなくて全然。はい、はい、ハンターズステーキ&エールハウスっていうのがあります。まあ、ちょっと高級っぽいお店であるんですけど、そこのなんかちょっとオーダーしたいなってちょっと思ってたんですよね。すごいいい。今ベイリッジだと6店舗出てて、その中の一番下のサイトにこれクリックすればいいんですよね。そうですね、多分ね。はい、そしたらハンターズステーキ&エールハウス、僕もちょっとね、あの事前に見てたんですけど、その20ドル21セントと今回のね、あの、うん、レストランウィークの、はい、メニューっていうのがちょっと見当たらなかったんですよね。なるほど、うん、ちょっと待ってください。ありました、レストランウィーク、これじゃないですか。あ、専用の ありました。ありました。あ、これ一番下です。レストランウィークステーキスペシャル。あ、ステーキスペシャル、ステーキスペシャル、10オンスサーロインステーキサーブドウィズポテト&ベジタブルってやつですね。ああ、でもいいですね。10オンスってどのぐらいでしたっけ。10オンスはちょっと調べてみますけど、タイとかって本当に苦労しますよね、こっちにいると、ね、しますね。今パッと調べた限り、はい、グラムで280グラムぐらいですかね。280グラムだと、女子だと気持ち多いぐらいですか。どうなんですかね。男性だと全然食べられそうな気がしますけどね。私も、まあ、普通に行ける感じなんですけど、多分値段的に言ってもまだいいディールなんでしょうね、はい、うん、うん、いいですね。しかもポテト、野菜、おそらくこう乗ってると思うんですよね、うん、こういうのって。うん、そうですね。はいはい、じゃあ種類としてはこれ1種類かな。そうみたいですね。はい、あとは、はい、あとはですね、ちょっと戻っていただいて、はい、セブビストロっていう、これもオーダーナウをクリックですかね、はい、してみましょうか。してみましょうか、はい、ありますね。レストランウィーク2021っていうのが、シームレスのサイトで出てきますね、はいはい、ここは3種類ですね。はい、ここイタリアンですか。イタリアン系っぽいですね。入ったことないんですけど、ね、いつもあのここもですね、外 の、 あの、はい、まあ、今ね、ニューヨーク屋内飲食が禁止になってるんで、皆さん屋外でアウトドアでやってるんですけど、はい、まあお金があったりとかしてるところはもうほぼあのインドアみたいな建て付けの小屋みたいな、うん、もう建ててるところも多いんですけどね、その中でもうちの近所の中でもかなりしっかりと、はい、建ててるレストランの一つで、なんかいつも人気あっていつも人がいるんですよね。なんかもうメニューがおしゃれな感じですもんね。うん、なんでちょっと食べてみたいなっていうのはあったので、ん、うん、いいじゃないですか。これレストランウィークスペシャル、リガトーニ&ショートリブ、うん、いいですよね。オンプレートか、いいですよね。そう、うん、スペシャルオーガニックとチキン、良さげですよね。良さげですね、うん、ここはなんか良さそう本当に、うん、ちなみにでも小雪さんのエリアではどうですか、はい、なんか行きたいとことか。私は地元で行きたいので、クイーンズウッドサイドっていうところです。2軒だけ2店舗だ。私はね、最初に書いてあるオットマリーニバーガーズ、はいはい、ニャンフライズっていうところがうちの近所というか駅前にあるんですよ。はあ、はい、でここね、お肉屋さんなんですよね、レストランっていうか、でお肉をもう量り売りとかでがっつり置いてあって、なんかね、どこぞの肉屋さんとかよりも全然なんか美味しい、それを買ってきて家で焼くみたいな、そういうのがコロナ後流行ってますね。あれですよね、なんか日本でもお肉屋さんのコロッケとか超うまいみたいな感じなんじゃないですか。あ、うまそうですね。まさにそれかもしれない、そういう感じです、うん、そうだからハンバーガーとかね、もうすごいんですよ、大人気ここ。あ、美味しそう。そう、通常からしかも9ドルとか8ドルとかでもうなんていうの、ジャンボサイズみたいな感じじゃないですか。うん、でステーキもね、もちろんこうやってサービスしてるところなんですが、へー、あれレストランウィークがないですね
メニューはあれないんですか。ないですね。さっきでもまあ参加してるから絶対にそのメニューはあるはずですけどね。そうですよね、あるとは思いますけどね、うん、見当たらないです。そうだからちょっとね、いくつか僕も見て、はい、あここいいなとか見てたんですけど、いくつかはその、はい、結局デリバリーとかテイクアウトのオーダーのアプリとか使ったりして、うん、あのもしかしたらその準備が間に合わなかったのかもしれないんですけど、あのすぐにパッて分かるとこと分からないところが結構あって、はい、そうですよね。それもこうやりながら順次あの変わっていくのかもしれないですけどね。うん、確かにそうですね。これそれでサイトに載ってるマスターカードがうんぬんかんぬんって書いてあるんですけど、あ、はいはい、これはですね、マスターカードホルダーだったら、はい、事前に登録しておくとレストランウィークでオーダーして20ドル以上かなオーダーすると10ドルのステートメントクレジットっていうのがもらえるっていう、で最大100ドル分ぐらいまでもらえるらしいんですよね。で、まあステートメントクレジットってその、まあ、もちろんお金はね20ドル21セントプラスタックスとかで払うんですけど、はい、でまあ要するに支払いの時にこうクレジットとしてもらえる、あの使えるお金が戻ってくるっていう仕組みですね。ただ事前に登録しないとダメです。なるほど。じゃあもう今だとダメっていうことですか、うん、間に合わないと。いや、事前にっていうのはその使う前にってことですね。あ、なるほどなるほど、うん、そうか。でも実質10ドルちょいで食べられるっていうことですよね。そうですね、うん、で今回ですね、なんか一応、ニューヨークポストかな、あのニュースによると、はい、通常だとマンハッタンの場合だと2800ドルぐらい登録料がかかるらしいんですよね。だけど今年はあの無料でやってるそうです。あれって2800ドルもかかってたんですか。かかってたんですね。知らなかったんですけど。それじゃあ今回みんな参加しますよね。そうでしょうね。571件かな、一応事前の報道によると過去最多らしいですね。それはなんか盛り上げたいなっていうのもあるし、慎太郎さん、今更なんですけど、うん、夫マリーニさんステーキハウス見つけました。あ、本当ですか。はい。ステーキディナー8オンス。あ、さっきよりちょっと少ないですね。そうですね。そうですね。の、アイロンステーキ？フラットアイロンステーキ？わかりますか？あ、なんとなく。ね。と、トゥーサイドだ。あ、トゥーサイドとサラダかな。結構盛りだくさん。なんかすごいですね。一応メインプラスワンサイドでっていう話でしたよね。だからちょっとおまけでついてくるんですかね。うん、多分そうですね、うん、いやここ私絶対行きます。行ってください。わかりました。はい、でもまあ楽しみですよね、いろいろね。そうですね、こんな感じで、はい、そう、なんかレストランの、 あのオーナーの知り合いに聞いて、そこは以前参加した時に、はい、まあ、結構ね値段も高くて登録料が、うん、でなんか結構そのなんていうんですかね、まあすごく人気があるイベントなんで、あんまりなんか対応が良くなかったらしいですよね、はい、その相手の。なるほど。でなんかちょっとあのいやあんまりいい思いがなかったらしいんですけど、はい、うん、今回はねそうやってこうちょっと、もうマスターカードとかも協力しているんだと思うんですけどね、うんうん、やっぱりレストラン救済のためにっていう感じがあるので、やっぱ協力したいですよね。いや本当にそうですよね、うん、なんかここぞとじゃないけどね、いろいろ日経はなんだろう出てないんでしょうかね、わかんないですけどね。僕はパッと見た限り、はい、三船は出てましたね。あ、本当ですか、うん、お、行ってみたいですね。あ、ツルトンタンとかも入ってますね。おお、いいですね。慣れ寿司とか、巻き巻き寿司、三船、ニューヨーク、はい、あとは円ですよね。うんうんうん、バブリアさんとか、
ボヘミアもありますね。アイバンラーメンもありますね。意外とありましたね。あ、今回もしかしたら行き時かもしれないですね。うん、参加店多いし。そうですね。なんか、あとはね、マンハッタンに行かないといけないのかなとちょっと思ってたんですけど、はい、まあ、うちの近くとか、まあ、ブルックリン内でもたくさんあるっぽいので、うん、あ、なんか行きたいなと思ってた店とか、ちょっと、はい、ね、あのチャレンジしてみるのもいいかもしれないですね。一応31日までなので、あ、もうすぐ、はい、ちょっと急がないといけないかもしれないですけどね。そうですね、うん、延長してくれることを願いますけどね。そうですね、うん、うん、はい、ただ、昨日の話かな、はい、あの規制区域っていうのが設定されてたんですけども、はい、でレッド、オレンジ、イエローって言って、マンハッタン内、あ、マンハッタン内じゃないや、ニューヨーク市内でも、各所でそういう指定されて規制されてたエリアがあったんですけど、それの、あのオレンジ、ちょっと規制が厳しいオレンジのゾーンっていうのが、昨日の段階で解除され、おとといか、この放送になると、おとといの段階で解除されて、でニューヨーク市内はまだクイーンズとマンハッタンの、上の北の方ですね、あとブロンクスとかがまだ、はい、黄色のエリアが残ってたりするんですけど、で今ニューヨーク市内でもインドアダイニングが禁止されてるのってニューヨーク市内だけなので、うん、一応その時にあのクオモ知事が、金曜日ですね、だから放送している本日に会見する予定で、はい、あの何かしらレストラン、市内のレストランに対してのプランを何かしら発表するという話が出てたので、もしかしたらインドアが再開っていう可能性がちょっとあるかなと思ってるんですけど。それは嬉しい、うん、この冬場は外はとてもじゃないけどちょっと食べようと思わないですね。まあまあね、皆さん工夫して外ね、はい、さっきの話でもないですけど、本当特にね、高級なレストランとかはもう本当に離れみたいな、もともとそういうのがあったのかぐらいの、そう、ね、座席作ってますからね、まあ、それはそれでいいんですけど、やっぱりあの屋内が始まるのとでは全然違うことだと思うし、うん、うん、あとは先日ですね、たまたま屋外で食べてたんですけど、はい、あの上の方にあのヒーターがぶら下がって、上はあったかかったんですけど、実は足元がすごい寒くて食べ終わってあのさあ行こうって言った時に実は足が冷え切っててそれはちょっていうことがありました。あのやっぱ足元大事ですよね、どっちかっていうとね。足元大事ですね、せっかくちょっと温まるために食べたものが体はあったかいけど足元が寒くてちょっと残念、体温が急に下がりましたね。あ、うん、足元考えるといいかもしれないですよね。そうですね、ぜひお願いしたいですよね。あ、ぜひ本当にお願いしますっていう感じですね、うん、まあでもちょっとね、いずれにしてもこのレストランウィークであの、まあ、お近くでもね、行きたかった店でもいいですけど、うん、皆さんもね、うん、ちょっとこうオーダーしてっていうのを試してみてはいかがでしょうかという話ですね。はい、そうですね、うん、確かにそうですね、うん、今年週末私もそうします。はい、僕もそうします。はい、という感じでそろそろお時間ですかね。そうですね、はい、はい、というわけで皆さん良い週末をお過ごしください。はい、良い週末をお過ごしください。田中メディアラボ。